缶ズラブ10個ありがとう。何それ新しいギフト。にゃんすけにゃんすけにゃんすけ、ツイッター素敵な動画ありがとう。いえいえ、てかさ、これ携帯忘れちゃって、配信用のこれだからね、配信もめっちゃ遅れたし、メールも送れなくって、携帯が2台ある生活じゃなかったの今日だから、ちょっとごめん、いろいろできてないごめんね、何もできてないんだよ、ごめんなさい。メールを送り忘れた、メールを送り忘れたし、ごめんなさいなんかうん、ツイッターもすごい時間かかったし、実家でダラダラしすぎた。今日はマジ最高の一日でした。今日は高松に行って、なんか香川県警でなんかね特殊詐欺ってわかります？特殊詐欺をなくす活動みたいなのをなんか48グループ全部やってて、その STU バージョンに参加させてもらったんですよ今日、香川県で。で香川県に、わ今スケちゃんって言ってる、みんな時差やば、いい実家の実家電波クオリティだ。香川県に次亮太郎さん来てて、で一緒にストップ特殊詐欺ってやりました。杉亮太郎さんあったよ、 CD とチラシもろた、すごくね、ご本人、杉亮太郎さんご本人からさこの CD とチラシをいただいて、すごくないですか。すごくない？え、すごいよね。バリ緊張したんだけど。
すごかったです。 CD もちろん渡しました。めっちゃ緊張したし、それをさ、そう親にさ、親っていうか親に言ったら、もうおばあちゃんにめっちゃ送ってて、おばあちゃんに電話したら、今日 おばあちゃんがもう親戚とか友達中にそれを、私とが杉さんと一緒に写ってる、なんか私が引用リツイートしたあの記事をめっちゃいろんな人に送ってたらしく、送ってなんかホクホクしてるらしい。ウケる。そう、めっちゃアンナちゃんと二人でかつてないぐらい緊張しながら一日過ごしました。すごい優しかったです。めっちゃかっこよかったです。なんかもう威厳と、なんかもうどっしりした、どっしり構えと、すごかったです。めっちゃ勉強になりました。大スターです。ですよね。遠山の金さん。すごかったです。すごすぎた。え、銭形平次なの？マジ？すご。ツイッター見か、インスタストーリー写真見てください。緊張した。今日ね、いつもね、あの片っぽのおじいちゃんにね、電話するたびにね、もう早くアイドル辞めて結婚とかしたり就職したりして真っ当な人生歩みなさいって怒られるんだけど、今日だけは怒られなかったすごい、杉さんパワー。こんばんは。こんばんは。やばい、ここに携帯がないから不安だ。なんかそわそわする。
疲れもこん。あとなんだっけな、今日の話。ファンレターどこで読んでるんですか？事務所かお話し会会場か家かな。あ、そうだ、ラブミュージック出演します。すごいでしょ皆さん。あ、ちなみに今日はカホタル T シャツ。ニャンスケの毛がやばい。モザモザしてる。あんたもう早く早く終わろう。携帯が手元になくてなんか、いや、なんかそわそわするし、電波悪そうだし、もう完全に実家ダラダラで寝るモードになっちゃってる。ショールームつけるまでがめっちゃ大変だった。ダラダラしすぎて、座ってたら全部用意されたご飯がで、気づいたら片付いててびっくりした。実家暮らしの人最高じゃん。今日は、なんか本当は帰る予定じゃなかったから、もう私コンタクトもメガネもおパンツも何もなくって、めっちゃどうしようってなってるんだよね。ママの下着を借りて、もうでも、ちょっと上は分厚めの服を着て過ごすしかないなって感じなんですけど、いいや、猫とニートしよう。なんか帰れるつもりじゃなかったけど、なんか帰なんか意外と仕事が早く終わっちゃって、帰れてちょ手ぶらで来たの。メイクポーチと携帯ぐらいしかなくて、充電器もない。そう、なんか突然帰れたから親もびっくりしてて、夕方ぐらいに早く仕事終わったから、やっぱちょっと今日帰れるっぽいわっつったら、なんか慌てて準備してくれた。リンゴ、そうで、だから今日はスーパー行ってエリンギとバターとピーマンとチンジャオロースしてもらって、んでケーキ買ってきてくれた。なんかプレートにね、サインおめでとう守護主義勇って書いてあって、あれでジャビエってみちが帰ってくる誕生日の日に、みちとかあいちゃんとかゆめことかみなみがケーキくれたんだけど、その時にゴー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 赤リンゴお誕生日おめでとう、すごい一年にしようねって書いてあったんですけど、すごい、そしたら今日のケーキにはサインおめでとう、すごいすごい守護主義ゆーって書いてあって、伏線回収だって思いました。
前髪切ってない、ボサボサのだけ。2ヶ月で伏線回収しちゃった。まあ、幼い、いつもより今日なんか丸いよね顔ほら、違う一年にしたい。よく寝た、今日寝たね。やっぱ疲れてたんだろうね、気使いすぎて。まあ、今日もそういった意味ではだいぶ疲れたけど、気張りすぎてて、うわっ、ありがたわ缶図よよ、缶図何これ、ラブレタワー、あ、ラブレタタワー、クマありがとう缶図、ラブレタワークマありがクマ。ありがとう、ありがかまた、ベアベア、そうで、まあちょっとアンナちゃんといろいろ頑張って2人でね、警察の方と、警察の方と仕事するといつもさ、うわこの人たち公務員試験受かったんだと思いながら喋っちゃう。てか役所の人と喋る時もさ、すごいな公務員試験受かって就職までちゃんとしたんだな、偉いなって思いながら警察の人とか役所の人とかと喋ってる。警察って公務員試験なのかな、わかんないけど、なんか警察学校も結構厳しかったりするらしいのに、ちゃんと単位とか全部取ってやったんだなって思いながら尊敬しながら喋ってる。めっちゃすごい、すごいよね。納豆、いやでもこの人たちの親とかは本当に幸せだろうな、子供育て上げた娘とか息子がさ、なんか役所に就職したりさ、警察庁とかに入職したりしたらもうさ、子育て大成功じゃん。わあ本当嬉しいんだろう、親孝行の人たちだなって思いながら見てる。偉い人たちだけ、あそうなの。でも警察とかになってってすごくない？まあまあいろんな理不尽に耐えなきゃいけなそうだし、すげーって思いながら見てました。5月29日のラブミュージック出演するんやね。そう、花は誰のもの、 ST48 出ます。ぜひご覧ください。ちくちゃんアイドル試験受かってる、確かに。あ、置いてるよ、あれも一緒か。ちょっと前髪アイロンしていい？気になる。アイロンは持ち歩いてる。
なんか最近さ、まひちゃんがさアイロン持ち歩いてて、なんかそれに影響を受けて割とアイロン持ち歩いてるんですよね。そうだから、なんかカバンが近くにある時とか、なんか出先でとか結構使ってる。一夜明けて落ち着いた。めっちゃ落ち着いた。めっちゃ落ち着いた。おかげさまで。やついフェス決まったね。やついフェスでデビューなのかな、 PR 舞台ぽかったよね。やついフェスより前にさフェス何個かあるけどさ、やついフェスは PR 舞台ですってわざわざ発表したってことは、多分それが初日なのかなとか思ったり。どうなんだろう。6月18日、やついフェス1年ぶり、1年越しのやついフェス楽しみ。メール見ると気持ちの変化が分かります。そうでしょう。今日朝冷静になったのよ、なんか起きて。ほんとさ、なんか最後の祈りの一票あれめっちゃ大事だったなみたいな。マジさ、なんかさあと一票頑張ってみようの積み重ねだったなって思って、冷静にそれもでかかったよな最終的にはと思って、本当にファンの皆さんありがとうっていう、冷静に。TIFF出れるかな、どうなんだろう。出れたらいいけど、それ普通に STU の枠で出たい、枠として呼ばれたいですよね。やついフェス楽しみや、ぜひ見に来てください。投票数は教えてくれるわけないよ。もう STU メンバーは何でもね、ショールームとかでファンの人に言っちゃうからね。ファンの人が知ってる以上の情報は基本メンバー知らないですよ。よいしょ。いや、チリツモ大事。だってもそれでも土台も大事。土台の上でチリツモが生きてくるから、どっちも大事なんだけど。ダメだ今日前髪不調。いつもと携帯が違うから、配信の。なんかめっちゃ映りが違って不思議な感じ。戦場劇場投稿ありがとう。いえいえ、あれちょっと投稿しかさ、めっちゃ時間、家の電波が悪すぎてあの投稿に3分ぐらいかかっちゃって、めっちゃそれでショールーム遅れちゃったんやけど、どうだったんだろう。リプとか全然見れてないけど、反応どんな感じか夜見よう。なんかサングラスデートの MV のために、なんか船で撮った動画をたくさん送ってくださいみたいな言われた時の撮りだめたやつ。そう、そしたらなんかあんまり送ってなくて、なんか私めっちゃ送ってて気合い入って恥ずかしかった。にゃー、前髪止めとこう。毎度土台作ってくれたおかげ、いや本当にありがたいですね。髪切ろっかな。
鳴き声。フォローしました、ありがとうございます。あとなんだっけな、そんなもんか告知は。ああとなんか25日のだから夏井フェスの申し込みが意外と短かった、25日までだった。で別の25日は25日のなんだっけなにタワレコで出るバウンスっていう音楽雑誌みたいなやつに乗ります。それはロードモバイルゲームやってたじゃん、なんかあれの関連でなんか呼んでくれて、ローモバとバウンスの関連性がちょっと全くわからないんだけど、ラッキーって感じで、アリちゃんとアオイちゃんとミチとミナミと私で掲載されてます。どんな感じかわからんけど、まあフリーペーパーだけん、まあタレコ近かったらぜひもらってきって感じ。あとなんだ、あと PR 舞台のお礼配信がお話し会の初日、この土日って28、29かな、28のお話し会の日にの夜だから終わった後だからもう9時とか10時なんじゃないかなにあります。よろしくお願いします、ぜひご覧ください。なんかお知らせが多くって全然ツイートとか間に合っとらんのんだけど、まあまあまあ意外とシャって全部過ぎ去るよ。チキ YouTube ライブで7人でやらせていただきます。こういう時大人面だといいよね、こう時間の縛りがないからさ。あ待って、てか週末お話し会やっば、半袖でいいのかな、新しい私服が一丁もないわ。あー、なんもコスプレ買おう買おうとか思ってたけど結局買ってないし、やばい、明日買い物行こうかな。まあお楽しみに。半袖でいいんだったらまあまあ服あるんだけどな、もう長袖がなくってどうしよう。放課後ホームルームは全然そんな服映んないから正直こんな感じだから、もう可愛い格好はしていくけど、まあまあこんばんは、疲れんかん、うやばい、リラックスしすぎてる。先輩の人の威厳はないよ、もう別にだって肩組まれてるし、ノアピちゃんに全然余裕で肩組まれてるから、イエーイってないない、威厳なんて。なんか気前のいいお姉ちゃんぐらいで思ってもらえてたらいいかな。リンゴー。
なんだろう、明日なんか今日猫がね全然出てこなくって、出てきてたんだけどなんかもう寝てるんだよね。だから明日見せれたら猫見せる配信しようかな。朝はうーんどうだろう、まあちょっとゲリラでしたらごめんなさい。まあ、あとなんかあった？やばいな、話広げようと思ったら今日いくらでも広げれるからこそどの話題を広げるか取捨選択できにゃい。確かに猫ほんまは夜行性なんか、うちの猫バリバリ夜寝とるけどな。今日もらったお茶が香川県産茶葉 100%。 そんなのあるんだ。今日どうじゃないな、インスタ。いやーてか STU 号の千秋楽からさ1年ってめっちゃ長くない？私もう3年前とかに感じる。正直船あったよな。そういてか船を知らない世代の子が入ってきたね、ついに。ちょっともう全員やばいじゃないな。なんかこのメンツでやることってもう後にも先にも きっとな。コンタクト汚れてんのかな。
猫の豆知識めっちゃ詳しいんや。猫は夜行性と思われたけど外敵から身を守るため家猫は普通に夜寝る。あ、そうなんだ。じゃあうちの猫がおかしいわけじゃないんだね。よかった。うちの猫がおかしいのかと思いました。船から3年ってやばいわ。え、3年は嘘。3年は私の体感か。船から1年。早い。もやし生活からいっちゃう。5月6月ってなんかすごい記憶なくなるよね。5月病なったこと。5月病って何？どういう状況？あんまりこの仕事してからはならんかもな。まあ1年目の時はなったのかな。どうなんだろう。燃え尽き症候群ね。そうだ、次の祝日が海の日までないんか。このジャージはもう受験生の時に塾行学校から帰ってで制服脱いで着替える時にもう服を考えるのがめんどくさいからずっとジャージで過ごしてて、その時のジャージです。めっちゃ鉛筆の跡とかついてるのかもしれない。黒だから見えないけど。いや、呼ばれてない。これは呼ばれてないから、行っても別にトン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 ってどっか行っちゃうから大丈夫。くちゃん映画のエントロール最後まで見る派ですか？見たくないけど見ちゃう。なんか最後に何かあったらどうしようと思って。でも本当は帰りたい。せっかちだから私。だけどなんか楽曲とかの
なんかプロデュースとか、プロデュース楽曲の担当とか、あと衣装協力がどこやってんのかとかは結構気になって見ちゃうか。映画さ、死に至る病を見に行こうと思って、見に行くチャンス何回もあったんですよ。だけどなんかグロいんでしょあれ。私さ、なんか人間のなんか闇っていうか、人間の怖いところそのとかなんかドロドロしたのとかの怖さはいけるんですけど、もう視覚的にグロいのとか、視覚的に痛いのとか、視覚的にこう、うっってなるのは無理なんですよ。でレビューをまあネタバレしない程度にちょっと見てたら、グロいから一人で見に行かない方がいいみたいな書いてあって、でもそんな映画をメンバーに見に行こうって勧めれなくって、死に至る病めちゃくちゃ見たいけど、なんかちょっと見に行けずにいますね。見た人いる？でもめっちゃ人気らしくて、めっちゃ面白いらしいの。しかも映画ってさ、1500円か2000円ぐらいするから、なんか気軽に誘えないんだよね。この20代前半女子にとっても1500円ってマジ死活問題だからなんかそんなに見たくないのに見に行かせるの悪いじゃんって考えたら、ちょっと誰も誘えなくって。え、見た人いないの？めっちゃ人気だってよ今。あら、一人ぐらいいそうなのに。レディースデーとか、そういうのもあるのか。23で過ぎとは思えない可愛さで目が覚めました。そうだよね、すごいよね、23時でも可愛いって。こんだけ人がいて死に至る病見てる人いないのか、聞きたかったな意見。ショック。普段コメントしない人で、実はあの潜りで見てるけど、死に至る病見たよって人いない？あ、死刑に至る病か、ソーリー、安倍佐藤さんのやつ。俺の親戚見たらしい。どうしようもないな。レビュー見てやめたせいです。私もそう。でも見たい、久々に見たいと思える映画になんか出会ったから。あ、お腹なんかめっちゃ消化してる。ケーキとチンジャオロース。なんか凶悪とか、その永井くんのやつとか、なんだっけ、怪になりたいとか、あと怒りとか、ああいう系のが好きなんですよ私。てか、そういう系だったら、まあ1500円出してもいいかなみたいな感じなんですよ。なんかあんまり恋愛系とか少女漫画をこうあれにしたやつとかはあんまりちょっと見れなくって、だから久々にね、こういう系来たと思ったんだけど、ちょっと怖そうすぎて。あと日本で一番悪いやつらとかね、古いな、ごめんな。あ、乾き、そういう系が好き。まあ、古い。面白そうだよね、死刑に至る病。怖そう。
わ、悪の経典見れてない。なんかもう漫画の時点でめっちゃ怖かったよね。懐かしい、悪の経典めっちゃ流行ったよな。見た方がいいと思う。え、嘘、告白か。告白はな、私原作中だからな。でも私進撃の巨人怖くて見れない人なんだけど大丈夫かな。進撃の巨人がグロくて見れない人は無理だよね。進撃の巨人でさ、ブチッみたいなので人間の足を食いちぎったりするじゃん。あれも見れないんだけど、ゴールデンカムイとかもね。ゴールデンカムイは漫画は読んだよ、全部は読んでないけど、あれは面白いよね。見たいなぁ。映画実家に来るとめっちゃ眉がいるから、なんかすごいさ、初心に帰る。あとね、なんかのね、なんかその極道系の漫画でベロをベッて出して、ベロ出してみーっつってフッってやってベロベチッってなった描写があって、あれがめっちゃトラウマなんですよね。たけしさんとか出てるやつかな、あれトラウマ。でも人間舌噛んでも別に死なないらしいけど、そんなすぐ。めっちゃお腹鳴ってる、椅子に座ってるから体型が。アウトレイジか、そう、舌噛んでも死なないんだって。だから舌噛んで死んでやるとか言うのは違うらしい。ここは痛いよね。え、あとさ、舌のさ、なんかその舌苔の上にさ、味覚のさ、なんかこの辺は甘くて、この辺は辛味で、この辺は、あ、味蕾、そう、味蕾、この辺はなんとかでみたいなあるやん。あれは嘘だよみたいな説出たじゃん、数年前に。あれは結局さ、どっちが本当なの？なんかその未来が分かれてるよってずっと言われてきたけど、本当は分かれてなくって、そんなことは全くなかったみたいなってじゃん。どっちが本当なんだろう。全部なんだよって専門家言ってた。やっぱ関係ないんだ、全部で味覚を感じてるんだね。そうだよね。そうだよね。だってこの辺だけ甘いなとかないもんね。
面白い、気になるよね。強くさがあるのか、より強く感じるってことか。確かに、特茶が箱買いしてやる。特茶もらって帰ろう。やばい、椅子に座ってんの疲れたな。やばい、携帯がないからなんか集中できない。今何時なのかもわからないし時計が止まってる、止まってるのに何回も見ちゃう。あ、もうマジ1時半なんだ。私1時半なんだ、意外と触ってた。久々に家を満喫してる。あ、チョコフレーク。あのね、スーパー行くときにね、ワオンカード渡されて、ワオンカードの残高見たら7000円ぐらいあったから、これは7000円使い放題じゃんと思って、あの焼肉のタレしか頼まれてないのに2000円ぐらい使ってやったぜペイ最高。そう、チョコフレークとピザポテトとコーヒーと何があったか、あとバターとか買った。なんかさ、うちの家さ、なんかマーガリンずっと使ってんので、毎日マーガリン朝パンに塗るのね。でもさ、なんか炭素脂肪酸良くないみたいな言うじゃん。だから私はもう親の健康を守ろうと思ってバターを買ってみた。親のお金だけど今日からバターにしてって言って、バター買ったり、あとまあチンジャオロースを作らせるためにピーマンとチンジャオロースの素を買ったりしました。あとエリンギ買った、あとエリンギバターしたかったから、コーンも買った、コーンバターするためにそう、バター買ったらコーンとエリンギが食べたくなっただけであって、別に無駄遣いじゃないからうん、作らせたよ。だって包丁使いたくないから、今チンジャオロースチャンスだと思って作ってもらいました。イエーイ。休み
葵ちゃんもさ舞台行っちゃって東京行っちゃってさ、全然もう6月半ばぐらいまでいないからさ、包丁使ってくれる人いないし。でもね、エリンギバターがなんかうまくできなくって、あれ醤油も入れた方がいいのかな。バターとエリンギだけだったら違ったんだよね。塩と醤油が必要だったのかな。どうなんでしょう。やっぱそっか、いるんだ、いろいろ。ゴーゴーゴー、アカリンゴー、地方もイエイ。お、え、キュンデスハートあんじゃん、かわいい、いいね。ラブ、キス、キス、口紅のギフトはなんかランダムで出れるから、キス、ラブって書いてある。フリーズはやめなさい。フリーズしてた？キス、ラブ。何期間なんだこのキュンですとかのギフトは。ラブレター熊さんとかなんかすごい愛を伝える期間、これ何期間。え、バレンタインじゃないし、ホワイトデーでもないし、ジューンブライドみたいなやつ。今日キスの日らしいよ。え、そうなの。ラブレターの日？どっちだ？どっちも？式。え、推しメンに手記を伝える日ってこと？亀の日でもある。え、何でもありか。一応ラブレターの日だとは思ってたけど、キスの日、亀の日、どっちなんだい。29日までのギフト、あ、そうなんだ。ラブレターか。
ストップ特殊詐欺、天ぷらの日、チョコチップクッキーの日、どっちも大好き。なんか福岡にさあるさ天ぷら屋さん、あれ広島にも作ってほしい、平尾、あれめっちゃいい。だってさ1000円ぐらいでさ天ぷら5個ぐらい出てきて、で漬物、あ、イカの塩辛食べ放題で、ご飯も食べ放題で、味噌汁もついてきてめっちゃいいよね。あれは本当に、高尾はねあるのよ、広島にも多分なかったかな、岡山かな、あるの。でもとりあえずあるんですよ、福岡以外にも。だけど、平尾が好きで、私は。で平尾すごいのは、そのチケット買って券売機で目の前に置いたら、なんか店員さんが一個ずつ出来上がった点を持ってきてくれるんですよ、席に。あれよく間違えないなと思うなって、順番とかもさバラバラあ、岡山やんか、高尾、そうそう、すごいマジで。あれは私全部美味しいし、でも正直ね5個はね多いんだけどね、お腹いっぱいになっちゃう。イカの塩辛だ、1個目の天ぷらをもで待ってる間にイカの塩辛でご飯いっぱいいっちゃうんですよ。だからもうその時点で意外とお腹いっぱいで、天ぷら5個は辛いなみたいな感じなんですけど、なんかその天ぷら食べようと思ったら結構敷居高いじゃないですか。だけどさ平尾はさ敷居低いし、そのでも松屋のノリでいけるから、できてほしい、ぜひ広島に。天やないよこっち、全然ないよ。あ、スピード合わせてくれてるんだ、でもめっちゃ人気だから割と並んでるよね、色昼とか行ったら。そうめっちゃいい、あれはほんまに良き。そう量はほどほどに。だいたい天ぷら腹いっぱい食べた後ってめっちゃ後悔するからね、はっ動けない、一回寝たいってね。リーズナブル、うん、定食いいね。45度になってた。専用劇場なくなって1年でさ、ね、なんかそのタイミングで新公演発表ってちょっとそれもご縁だったりするのかなと思うけど、公演増えたらいいね、みんな。花は誰のもの公演だけなのかな、公演3つぐらい回せばいいのにな。でも課外活動があるか、課外活動って期間限定ユニットだったのにめっちゃ続いてるよね。まあ、好評だったからなんだろうけど、嬉しいことだ、嬉しい誤算ってやつだ。
もう FTU のチームみたいなもんですからね。花は誰のもの公演、16人公演なのかな、そもそも何人公演なんだろう。いろんな人出れたらいいよね。なんか16人公演でさ、もう初日メンバーとか固定しちゃうとさ、もうなんか本当にマジ出れないみたいになっちゃうじゃんね。みんなでいい感じに回せればいいね。16人じゃないかな、どうなんだろう、どうなんだろうか。花は誰のものにまつわる曲をやるの、まつわるってなんだろう。花、花は誰のもの、花、花にまつわる曲とか。でもそれだったらちょっと安直すぎるか、そんな誰でもが思いつくようなことはしないのかな、どうなんだろう。花は誰のもののメッセージ性に似てる曲縛り、どうなんだろう。でもそれだとなんか暗い曲しかなさそう。どうなんだろう、ちょっと予想はつきませんけど、楽しみに待っててくださいね。もうめっちゃ後だよね。でも千秋楽が7月だから、まあそれ以降でしょうから、どうなんだろうか。まあ花は誰のものはやるでしょうけど、それやんなかったらちょっと花は誰のもの公演なのに花は誰のものやらないのみたいになっちゃいますからね。なんかやっぱ何回も見に来てもらえるような公演になったらいいな。やっぱ一回見てもあもういいやって次見てもらえないのってめっちゃ寂しいから、やっぱ何回も見てみたい、あまた見に行きたいなーって思ってもらえるようなそんな公演になればいいなと思います。今日休みで送ってない、忘れてた、ごめんね。キュンです、ありがとう。推しがいる限り何回も見たいよ。もうその推しがいる限り何回も見たいよって言ってくれる人たちマジで神、本当に神様かって思うけど、もう推しがいるだけだったら、推しがいる限り何でも見るよっていう層だけで支えないといけなくなっちゃうようじゃダメだから、ちゃんとそれ以外の人も来たいって思ってくれないと回んないくない。普通にゴゴリバの最後の方とかも推しがいるからだけで 見に来てくれる人しかいなくって、ほんと前の5列ぐらいしかいない時とかあったもんな、平日とか。でも本当に神様のようなそういうファン層の方を大切にしつつ、やっぱ何回も見に行きたいなって思ってもらえる公演でないと続かないからね。きっと分かんない、まあ23でアイドル6年しかやってないペーペーが言うのもあるですけど、でもやっぱ本当に皆さんに支えられてるからありがたいよ。いつもありがとうございます、本当に。やっぱ公演楽しいからね。
んなで いろんなメンバーでワイ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 やりたいなと思います。自分は住んでるとかが遠いから見に行くだけで雪地数人犠牲になる。めっちゃわかる。チケットあるものの片道1万往復2万か。でもバスで行っても間に合う、間に合わんな仕事的に。チケットあるけどどうしようってなりますよね。わかるわ。ありますよねそういうのって。広島グリーンアリーナもどれぐらい埋まるのかちょっと不安でたまんないんですけど、絶対楽しませるし来てよかったなって思ってもらえるように頑張るので、ぜひいらしてください。遠い人が多いと思う。広島のファン、まあ多分広島のファンの人が一番多いけど、やっぱ広島のファンの次はやっぱ東京のファンの人が多いと思うから、私があの四国公演でアンケート取った感じだと広島のファンが一番多くって、東京が多いかな次はって感じだった。もうあとはもうそんな変わんなかった。まあ岡山とかも多かったけど、だからやっぱ遠いんだよねみんな。本当にいつもありがとうって思ってます。55分になったら教えてください。よろしくお願いします。なんだかんだ12時までやってた。遠征楽しいよね。わかる。遠距離ポスター近くにいるのに君はせず。あれになった。めっちゃ久しぶりにさ iPhone が高音になりましたので待ってください、緊急ですかみたいなやつになりました。ごめん。緊急ですかって言われたらちょっと緊急ではないけど、多分ここ電波なさすぎて電波探すのにめっちゃ体力使ってるのかな。スマホちゃんが、スマホちゃんに無理かけてる。ギリ復活したけどちょっとあと10分は耐えてほしい。てか縦画面にしたら時計が見えることが判明した今びっくり。さっきまでこうやってて横画面にしてて、今こう縦画面で見てるんですけど、今これ時計が見える。縦画面は時計画面でこう横、でもそっちから見たらあんま変わらないか。それ横画面、横画面だと時計が見えない。横画面でも時計見える仕様にすればいいのにな。これはこうすると縦、時計が見える。電波1本しか立ってない電波1本しか立ってないのやばいね。え、大丈夫。ここ山奥とかじゃないんだけど、普通に街中なんだけど、街中ではないか、普通になんかその何ど田舎とかじゃなくて高松なんだけど、電波1本とか存在する？怖いこのお家。だからここ今自分の部屋なんだけど、ここのタンスの裏がベッドなのね。夜さ全然携帯触れないから、あの
自分の部屋で夜っていうか、もう自分の部屋で全然携帯触らないから、実家で帰るとすごいすぐ寝なきゃいけない、もうベッドに入っても寝るしかないから、もう寝るし、朝起きて携帯ダラダラいじるとかできないから、なんかすぐ起きちゃうみたいな、ママのベッドで携帯触るみたいな感じですかね。強制的になんかデジタル断食みたいになるんですよね。まあでもデジタル断食されてるぐらいがちょうどいいんだけどね。スマホ、福ちゃん大好きちゃん、こんばんは。だんごさん兄弟、やばい、目が疲れてるからちょっと斜視気味になってる。なんかたまにちょっと内斜視っぽくなるんですよね、昔から。まあそんな支障ないですけど。ランキングも時間ありますと。ごめんね、今日めっちゃなんかリラックスしすぎてて、昨日と打って変わって、昨日の反動かしら。ノリックありがとう、アーツありがとう、コウあかり洗面所ありがとう、スケオアップルウォッチを買おうと思っていた予算で劇場版を買ったはずなのに、結局昨日3位に浮かれてポチっちゃった。あ、ここに回そうと思ってたのに、そういうことか。蹴る大丈夫、なんとかなるよ。お祝いで買ったんでしょ。もうそのアップルウォッチを大事にすれば大丈夫。ありがとね、みけちゃんありがとう、たかひろありがとう、やしげき STF ちゃん、神よし、今日は一日余韻に浸ってニヤニヤ過ごす一日でした。嬉しい。大丈夫、今日どうしたんですか、いいことあったんですかとか言われてない。ありがとね、よかった、そういう結果になって。どうもありがとう、青によし初カレンコン、 PR 舞台の活動も決まり、よかった、お話し会待ち遠しい、ではお話し会待ち遠しいね。本当にどんな服を着ようかしら。実家に高校生の時のコスプレとかあんのかな、ちょっとあさってみよう。お金持ち先生、福ちゃん俺 CD 買うのにお金が必要なんだ、おい。特殊詐欺ストップ、特殊詐欺。ゆうやんすけ、ごろみちゃんおやすみなさい、おやすみ。福ちゃん昨日はサインおめでとう、またイベント終わりの夜の報告配信を楽しみに待ってます。そうだね、もう今日は何々のライブがあって、何々さんにもお会いして、セットリストがこれが初めての曲で、ファンの人もこんだけなんか喜んでくれてすごい楽しかったですっていう配信をいっぱいしたい。ホアンありがとう、ハイパーありがとう、1位はカンズでした。入れ替わってる若干、ティース、TJ、トクオ、ノリック、アーツ、カリメロ、
こうすけよ、おうすけ、かんな、みけちゃん、たかひろ、よしゆうき、とうも、あおみよし、ゆう、かやましせんせい、ほわん、ハイパー、かんず、ありがとう。というわけで、私がくだわって言ったらストーチって言ってください。ありますと、くだわストーチ、三度の飯は飲んで決まり。香川県出身のくちゃんことくだあかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんかよすぎみずみです。いろいろ発表があったりとか、お知らせとかがいっぱいあったり、なんかちょっとここね、何日か慌ただしくやっておりますけども、あの皆さん一個一個楽しんでいきましょう。なんか全部追ってると多分しんどくなっちゃうから、別にそんな全部追う必要もないと思うし、まあ、追ってくれたら嬉しいけど、追えなかったからといってなんかそんな、あーこれ知らなかったなとか思う必要もないと思うし、まあ、楽しくねやっていただければなと思います。はい、今日はとお休みメールを送りそびれてしまったので、もう明日は絶対忘れません。ごめんなさい。あのお詫びじゃないですけど、ツイッターに動画いろいろつなげたの載せてみたので、ちょっとまあ適当編集ですけど、結構あれでも私30分ぐらいかかったの、ごめんなさいね。苦手でああいうのが。よかったらご覧くださいませ、よろしくお願いします。私はちょっとこちらの方で猫でも吸わせていただきますわね。お疲れんこおやすみんみんゼミでした。明日もお互い頑張りましょう。またショールーム来てください。ありがとう。だねー、バイバイ、ありがとう、また明日。またねー。